よし、じゃあスッポンちゃんにも豆ざりあげるか。食べるかな。とりあえずちっちゃいやついく。はい、いけるか。これ食べる。あー、これ泳いでる。それ、痛い。硬い。でも食べた。いけるね。もうちょっと揚げてみるか。画角に入るように入れるの難しそう。いくよ。ほら。こっち。下見てみ。こっち。これいけるか。これお、やるか。うー、どうかな。逃げた。ビビった。もういない。どこ見てる。ちっちゃいな。これから食べる。間違えて、あれ食べないように。いいな、これ。動くな。いらんの？あ、食べた？動いちゃった。ちっちゃくないと食べれないね。やるのか。あー、ちょっとでかくて怖い。ちょっとポンプが、スポンちゃんポンプを。あー、やばい。あ、なんかでかなってるな。なんか水槽がちっちゃくなってる。さあ来たよ。水槽に来たよ。これでもなんかこれからもうペット食べたくなる。なんかやっぱり他の亀に比べてちょっと俊敏ですね、動きが。ほんと？ちょっと持っとくから。ちょっとでかすぎか。いや、いける。あ、逃げた。歩いてるよ。ダメか、これ。歩いてきた。あ、逃げた。遅いな。逃げた。だいぶ追い詰めないと。あ、惜しい。噛みつこうとした。惜しい。あ、惜しいな。あ、すげえ。食った。お、すげえ。噛みついてる。あ、やっぱ離さない。そっち向きです。ちょっとお尻が可愛い、プリティーなお尻が。へえ。噛みついて、ちゃんと手で押さえてる。手で押さえてんな。あ、で、頭が。あ、やばい、ちょっとそれ逃げちゃう。え、呼吸して。ちょっと呼吸して。ちょっと見えないね、お尻が。あ、死んじゃった。あれ？死んじゃった。あ、食べてる。尻尾の方から行きましょう。来た。暴れ回って食べておりますね。すげえ、バリバリ食べてるな。強いね。やっぱうまいやん。やっぱりうまいですか、アメザリ。甲羅をね、硬くするために。あげる。いや、甲羅は硬くなるかどうか知りませんけど。もう一回息吸って。じゃあ、うち呼吸がね。あ、
美味しいね。こんな美味しいの食べたらもうペレット食べないね。マジか、すごいな。これはちょっとこいつのためにもアメザリを取ってきてあげても大丈夫か。確かにアメザリ駆除に貢献してくれそう。しそうですね。すごい、アメザリ結構即死だったな。あのなんか胴体のいいとこに噛みついてました。分かってた。そんな口でかいかこいつって思ったんですけど。うわー美味しそうだね。噛みちぎって食うんですね。美味しそうに食べるね。いつものペレット、いやいや食べるのに。ペレットちっちゃいからな。噛み応えがないんですよね。うまいの。美味しい。美味しいね。口結構大きいね。大きだったんですよね。バリバリ。うわー。しらき今日水変えたとこ。いやバリバリやるね。ちょっとサイズ的にもうちょいちっちゃいのがいいか。でも食べれるね。自分の手噛むなよ。すごいですね。スポンって手使って食べんねんな。なんか手でなんか押さえて。すごい、やっぱ力強いんやろな。あれへし折るんだね。ね。確かに最近ね捕まえられないんですよね。力強くて、力強くてスピードも速くて。あ、やばいやばいやばい、目移りしちゃう、目移りしちゃう。ちゃんと綺麗に尻尾も立てるのか。エビフライの尻尾までいけるやつです。いけるいける。あ、でもちょっと嫌だね。ちょっとでかいか。いや、こんなん美味しいね。栄養偏っちゃうじゃあこれ。ダメですか。なんで右手にあるからね。覚えてる？覚えてた。覚えてた。このサイズいけるんやな。まあ割といけるな。そうなると。まあ、多分本当の巨大サイズ以外はいけますね。ちょっと自分がね雷魚を飼ってた経験からいくと、やっぱりハサミ取ってあげた方がいいですよ。こういうやつ一回挟まれるとなんか心折れるね。うん、取ってあげたね。全部取ってあげた。壁取る。なんか帽子かぶってるみたいな。ああちゃんと食べる。ちゃんと食べる。やばい。目移りの種きた。あ、逃げろ逃げろ。もしかしてこれ、あ、食い物があると思ってきてるんじゃない、うん、これ。そんな気がする。めっちゃ汚れた水。それちょっと硬いね、そこ。でも中、カニ味噌みたいな、うん、あるからね。ザリ味噌がね。鼻がいいんでしょうね。そうなんだよ な, そうなんだよな。よくわかんないけど、水中の匂いも嗅げるんだよね、カニって、うん、おー、ちゃんと食べるじゃん。見てて、あーバラバラ。うぅ、外した。おお、そのコーラどうするんですか。散らけるんですか。おーすごいすごい、頑張ってる。あーよいしょよいしょ。散らけてるからね。やっぱり前足パワー強いな。分かってる。チラッ、すごいです。狙ってますけど。友人が遊びに来た時にペレットの方の餌やりを見て、3分の1ぐらい捨ててるじゃんって言われて。ザリガニにとってスッポンは結構脅威なんじゃない。うん、なんか某 NHK の、うん、あのスッポン特集するやつでもザリガニを捕まえて食ってたんですよ。えと思ったんですが、やべえね、また明日水返すか。ザリ食ったと偉いことになるってことは分かりました。もう何食べてもやばいんですけどね。なるほど、いいな。あ、やばいやばい、来た。おやだなんだ。ビビる。
ネザリの方もやっぱこれやばいって気づくですね。やばいでしょ、うん、ちゃんと結構綺麗に食べる、うん、そう割と綺麗に食べるんだよね。ペレットより綺麗に食べるんだよな。殻をこれアメザリは割とメニューとしていいですね。マヨニラミが結構ちっちゃいザリガニは好物だから、うんうん、ついでに取ってきたんですけど、でっかいザリガニはね、今飼ってる雷魚も食えないサイズなんですよ。だからちょうどいいっすね。食えない一番でかいサイズをこいつのご飯にするよ。散らかしました。はい、おしまいですか。まあそろそろおしまいかな。でもこの調子だと今歩いてたやつももう一匹来そうな気配もあった。来そう、散らけたけど飴ザリかっこいい。やばいぞそれ、狙われるぞ飴ザリ。これもうもうもう探されてるぞ。もうなんか探してる、探しに行ったな。ね、浮いてるそのさ、あ、やばい、気づいた、やばやばい。すぐ逃げてきた。追っかけるな、この顔である。探してますけど。